木もつ金行青山墓地に水路会員が混流した母碑。木もつ金行大正11年1月13日は日本の武士、海軍軍人。最終階級は海軍中将。貴族院男爵議員、大阪市長。鹿児島藩士、木もつき金時の長男。特に測量の分野で活躍した。明治初め北海道開拓市において測定分野に秀で、 水路局に転じ測量岡副長、領地課長を務める。後の日本経営度原点の元となる、港区麻布台にあった海軍艦章台の地点の移動を測定し、初めて国内経度電信測定を実施した。その後、水路局が海軍水路部になり、測量岡長に就任。第2代と第4代の水路部長も務める。竜奈良吉と共に、 東京数学会社に参加した。大日本教育会、帝国教育会の役員として、会実装寛容のため、また、水難救再会理事として、救難所新設のため、全国各地で講演を行った。1904年から翌年まで海軍大学校長を、兼任。1905年には、海軍中将。1906年5月28日、予備役に編入。 1914年3月1日に交尾役となり、1918年3月16日に退役した。退官後は1907年に男爵、1911年に貴族院議員に直線、土曜会に所属した。そして1913年には第5代大阪市長に就任したが、間もなく辞任。1917年以降、大日本水産会顧問。 青山墓地に水路会員が混流した肝月金行閣下墓碑がある。肝月氏は本生大友氏であるため、大友金行とも称した。通称は船太郎。祖先は天明年間に日置郡区式野の肝月家から分家し、鹿児島城下に移り住んだ。父親は肝月金武。健康は金武の次男であるが、長男は創生した。妻は、 おじきもつきけんあかのじじょ、むつ。こはきもつきかねひで。まごはきもつきけんいち。きりのとしあきのいんせきにあたる。きもつきかねゆき。ありがとうございます。